おお、びっくりした。もうなんだよ、まだ見て、まだ始まってないのに。田中君だな。もしもし。もしもし、田中、マイファーザーの仕入れと連絡がついた。本当に？うん、集合時間は10時30分、場所はオレンジ、一緒に話を聞きに行こう。わかった、行こう。そして今どこに向かってんの？マイファーザーとよく一緒にいた友達、そして同級生、その人に向かっている。なるほど。もしかしたらその人ならマイファーザーのこといろいろ知ってるかもしれない。まずった。大切なあの写真をどこかで落としてしまった。でも念のために写真立てるのに GPS を仕掛けておいて正解だったな。どこにある？動いてるな。サナポーたちか。これはマイターボ、奴の家に向かってくれ。奴って誰？裏切り者だ。緑川 K の家か。それがどうした？奴がそこにいると私は推測した。わかった、すぐに向かう。着いた、ここだよ。おう、君たちか。事情はすでに聞いてある。待っていてよ。どうぞ中へ。じゃあ、お邪魔します。そして君たち、私に何か聞きたいことがあるようだが、何をかね。この写真についてなんですが、何か知ってることはありませんか？この写真がどうかしたのか？その写真に写ってる人のことで何か知りませんか？なるほど。まず、真ん中にいる人物。これが、マイファーザー。そしてその左にいる人物、このメガネの人だな。彼がマイファーザーのじいさん。じいちゃん？父さんじゃないんですか？ああ、マイファーザー曰く、彼の父親は自分の子より仕事を優先していたようだ。そうだったんだ。だが、唯一彼の写真がある。これだ。これだ。見てくれ。これは何ですか？彼は左上にいるよ。この人ですか？そうだ。彼がマイファーザーの父親、マイアーチェッツ。そして彼の右下にいる白いの、それが私だ。そうだったんですか。そして私の隣にいるやつ、かつて私の友人だった山田博士だ。彼は私と同じ選択肢を選んでね、もうこの世にはいないよ。そして、マイファーザーの右にいる人物。これが、マイファーザーの弟、マイファーターだ。彼はマイファーザーと親しい関係だった。まあ、弟だからな。マイファーザーはいつもマイファーターと遊んでたな。だがしかし、マイファーザーは変わった。あの日以来。それってもしかして通り魔無差別殺人事件？そうだ。マイファーザーはその日以来随分と性格が変わってね。学校では誰とも喋らなくなり、彼の周りから人が消えていった。だが彼にはいつも二人の友人がいた。それはマイターボ、そしてマイマッチョだ。マイターボ？彼らはマイファーザーといつでも一緒にいた。まあ、かつて私も彼のそばにいたかな。今は違う。ケイさんにもそんな過去が。そして、たった一人の弟が死んで以来、彼は変わったんだ。マイファーザーは自分に力があれば弟を守れたという。マイファーザーはあの日以来、自分を鍛え始めた。マイファーターと同じ犠牲者を増やさないために自分に何かできることはないか、そう言っていたな。そして彼はある組織に入った。裏で世界の半分を監視している組織だ。マリスアーミーフューチャーアイデアセービュー、悪意はない軍隊と未来は理想の救世主、通称マフィス。そんなのがあるんですか？彼はマフィスに入隊した。マイターボ、マイマッチョ、私と山田と。マフィスは絶望を抱えた人間に
復讐させることを望んでいる。マフィスは一体何がしたいんですか？世界を再構築させようとしている。マフィスは、目的のためには手段を選ばない。たとえ人間がたくさん死んでも、目的が達成されると成功。そう思っているらしい。私たちはその計画を、ハピネス計画と呼んでいる。今では私は、マフィスではなく、WTF という組織に加入している。WTF って、What the f- 術師め。マフィス対抗組織は WTF をはじめ何十も存在する。マフィスのメンバーは私を除いて3人いる。まず1人目、マイファーザーだな。そして2人目、マイターボ。彼も絶望を抱えてマフィスに入隊した。そして最後の1人、マイマッチョだ。彼もみんなと同様、辛い経験をしてマフィスに入隊した。まあ私も、かつては辛い経験があった。だが、もうそんなの、どうでもいい。足抜け人は、必ず殺される。なので、私の友人も殺された。前、ターボによって。だから私も、足抜けしたから、いつか殺されるかもしれない。今日かもしれない。それとも、今かもしれない。まあ、可能性は、100% じゃないかな。僕は今も、マフィスの真相を探るべく、調査している。ハピネス計画は、社会を大きく変えるもんなんだ。お前、うっ、緑川圭、最後に残すことは。これで親友のところに行けるよ。誰だお前、なんで圭さんを。俺は、マフィス上級幹部合成マイターボだ。俺としたことが暗殺現場を間近で見られてしまった。すまないが、君たち二人には気絶をしてもらう。安心してくれ。記憶喪失となれば悪く思わないでくれ。なんだってさ。邪魔をするなら許されん。まずは君からだ。次から次へと。マイファーザーの息子か。眠ってもらおうか、散歩。くそ。この中し。緑川はマフィスが直接回収する。お前たちは何もする。待てよ、畜生。では失礼。逃げられちゃった、畜生。緑川さん、佐野君、とりあえずこの家出よう。ああ、分かった。そうか、緑川圭が死んだか。いずれにしても裏切り者もマフィス計画のことを知っている。マフィス計画の内容を政府がインターネット上に出回るのを阻止するために、我々は裏切り者を必ず殺さなければならない。このことを世界に知られたら大変なことになる。今のところ裏切り者はみんな死んでいる。では本拠地に戻ろう、マイターボ。